こんにちは。このチャンネルでは仙台周辺のこれまでの移り変わりをストリートビューを交えながら紹介していくのだ。また仙台に関する様々なことにフォーカスして紹介もしていくわよ。この前 YouTube を見ていたら、仙台のラスボスとして仙台大観音が紹介されていたわ。私たちみたいに仙台に住んでたり、仙台が地元だったりすると当たり前の光景だからあまり考えたことないけど、他の人からすると確かに特殊な存在よね。仙台都心の高層ビルや場所によってはアパートの上層階でも見えたりするので、確かにあまり考えないのだ。昨年で終了した修復工事の際にピンク色になったことで話題になったこともあったのだ。ということで今回は仙台のラスボス、仙台大観音を紹介するのだ。仙台大観音は仙台天道略絵大観音が正式名称で、泉区にある大観蜜寺という寺院の境内にあり、地上100メートル、地下21メートルを誇る観音像なのだ。待って、大観音って地下空間があるの？しかも21メートルって結構深いわね。高さ100メートルは仙台市政100周年を記念したもので、地下21メートルは21世紀の繁栄を願ったものだそうなのだ。ちなみにこれは式タワー仙台一番町レジデンスという30階建てのマンションと同じくらいの高さなのだ。そう聞くと本当にでかいのね。後大観音単体で存在してると思ってたけど、寺院の境内にあったのね。33観音のうちの略絵観音で、右手には人々の願いを叶える如意宝珠、左手には人々に対して知恵を注ぐための満徳の知恵の水を蓄えた水瓶を持っていて、特に如意宝珠は下からでも見えるように右手を上げたポーズになったのだ。また入り口の龍の口は開運と昇龍を約束してくれるものなのだ。それぞれそういうご利益があるのね。あれだけ大きいとそのパワーもすごそうだわ。ちなみに大観音は仙台駅の方角を向いているのだ。私たちの行動が全てお見通しってわけね。この大観音は1964年から中山と名の付く大規模な住宅地やレジャー施設を開発していた双葉総合開発を核とする双葉グループが1991年に創建。同グループを率いていた実業家の菅原氏が、事業の成功は日頃本人が信仰していた観音様のおかげであること、そして仙台に名所を作りたいという2つの思いから発案したそうなのだ。この大観音の大きさから本人の思い、願いの強さが伝わってくるわね。一方この計画発表時に周辺住民からの反対運動があったり、建設後も不気味がられたりしていたそうなのだ。しかし建設直後は物珍しさもあり、全国からバスツアーなどで観光客が押し寄せ、時間が経つにつれて待ち合わせスポットとして利用されるくらいに地元に定着していったのだ。また近年ではインターネットを通じて広まり、外国人観光客も増加。特に仏教の国であるタイでは、グラビティオブラブという映画のロケにも使われたそうで、同国での知名度が高く、団体で訪れることもあるそうなのだ。異国の映画の聖地になっていたのね。この映画は仙台市が誘致して撮影が行われ、恋愛のご利益がある愛禅妙法として仙台大観音が登場するのだ。谷も仙台や周辺各地で撮影されてるみたいね。とても気になるわ。大観音って確か中に入れるのよね。なのだ。守り札料として500円納めれば見学できるのだ。体内は高さ60メートルに及ぶ吹き抜けとなっていて、12層に分かれており、階段もしくは12層直通のエレベーターで登ることができるのだ。最上層からは仙台都心や泉ヶ岳、天気が良ければ牡鹿半島まで見渡すことができるのだ。内装がとても綺麗ね。
これは何か飾っているのかしら。各層には33観音、12神将、108体仏などが収められているのだ。大きな観音様の中にたくさんの観音様がいるのね。また大観音の心臓部では金色に輝く宝塔のお心殿があり、このお心殿の前で心静かに合唱し、白衣観音の神言オン、シベイテイ、シベイテイ、ハンダラ、アシニソワカ、念受すれば一切の災難は消滅し、不吉祥は吉祥になると言われてるのだ。写真からもエネルギーを感じられそうな場所ね。また、地下部分は一般公開されていないが、10個のカプセルが置かれていて、10年ごとに一つずつ開封されるのだ。そして開封後は新たなメッセージを入れて閉じられるのだ。タイムカプセルがあるのね。10個のカプセルを10年ごと一つずつ開けていくので、100年後に向けたメッセージになるのだ。一世紀後ってことね。とてもロマンがあるわ。ここまで紹介した他にもたくさんの見どころがあるので、ぜひ行ってみてほしいのだ。近くにバス停があったわよね。なのだ。仙台駅からバス1本で行けて、無料の駐車場も広いのでアクセス良好なのだ。近いうちに行ってみようかしら。ところで2012年まで大観音の頭上にアンテナがあったのだ。アンテナ。大観音の高さゆえに、その北側でテレビの映りが悪くなるという影響が建設中から起こっていたそうなのだ。1990年2月に同年に改正された電波法のうち、受信障害対策中継放送制度の適用第1号として中継アンテナを観音像の上に設置。そして影響範囲にあった約5000世帯すべてに、その中継地点からの電波を受信する小型アンテナを設置したのだ。巨大な観音像にアンテナ、すごくサイバーな感じね。しかも観音像って仙台駅の方角を向いているんでしょ。きっと当時は仙台駅から仙台に侵入する不届き者をアンテナからビームを発射して粛清するためのなんて想像した人もいるんじゃないかしら。そういう人がいたかどうかわからないが、そういう不届き者は仙台駅から堂々と来るかどうかは微妙なところなのだ。確かにそうね。むしろ各世帯に設置した小型アンテナに向けて電波と一緒にエネルギーを注いでいたかもしれないのだ。なるほど。ということで今回は仙台のラスボス、仙台大観音を紹介したのだ。見た目のインパクトに目が行きがちだけど、こうして観音様としてのパワーを知るとよりラスボス感が強まったわね。ラスボスとしてこれからも仙台の未来を末永く見守っててほしいわね。なのだ。そしてまだ現地に訪れたことがない人もぜひ一度行ってみてほしいのだ。